邪魔します。レイちゃん、遊びに来てくれたのね。よかった。そうだね、本当によかった。この間はいきなりいなくなったからちょっと焦っちゃったよ。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしましたです。でもマスターと SBC フリューゲルに挑戦して今度はエネミーに勝てました。それに新しい仲間が増えたのです。はじめましての人もいるみたいね。ゼリスカです。こちらの子は私のアファシス、デイジー。はじめまして、デイジーと申します。え、新しい仲間ってゼリスカさん？ちょっとどういうことよあんた。そうね、全く話が見えないから説明してほしいわ。そうか、アファシスと二人でフリューゲルのゲートを突破してきたのか。おめでとう、これで宇宙船を攻略できるな。ありがとうございます、マスターのおかげなのです。しかしゲートの鍵のくせに条件を忘れていたとは。君は本当に AI なのかい？勘違いや忘却といった行動はプログラム的に相当高度なものですね。ただなぜこのような仕様にしたか意図は不明ですが。それは趣味ってやつじゃないかな。趣味が高じて凄まじいことをやらかす人はいるものね。うちの会社にも。いいえ、そんなことより原因が分かってよかったわね。うんうん、ゲートを通過する条件はおおよそ分かったしね。プレイヤー一人につきアファシスを一人連れていることね。だから前回は条件を満たせていなくてバッドエンドだったってわけか。戦場からの離脱は一応可能だったし、もしかすると回避する手段は他にもあったかもしれないけどね。情報を集めていて分かったことなんだが、今後の SBC フリューゲル攻略にもアファシスが必須らしいな。そうそう、中のメッセージやアナウンスが全部バグっていてアファシスに翻訳してもらわないといけないんでしょ。レンタルできるタイプ A が用意されていたのはこの仕掛けのせいだったんだな。タイプ A は必要ないですよ。 SBC フリューゲルの攻略は私に任せてください。頼りにしてるよ、レイちゃん。まあ、やる気があるのはいいことだよな。私もできるだけサポートいたします。これでも腕には少し自信があるの。きっと役に立つと思うわ。君の仲間なら俺は歓迎だよ。私も大歓迎。ソロオンリーだったゼリスカさんと組めるなんて。たまにはパーティープレイもいいかなって思って。とても強い前衛アタッカーだそうですね。心強いです、ゼリスカさん。ゼリスカって呼んで。これからは仲間に入れてもらうんだから。仲間にしてもらった以上きちんと成果は出すわ。期待してちょうだいね。
みんなで SBC フリューゲルに行きましょう。お母さんに会いたいです。賛成だけど、その前に私たちもゲートを突破しなきゃ。まずはアファシスタイプ A をレンタルしないと。なんでですか？マスターの友達なら一緒に行けるのです。だって自由に出入りできるようにしたいもの。私は私で資格を取るわ。そうだね、友達、パーティーメンバーを指しているのだろうけど、いちいちパーティーを組む必要があるのでは何かと不自由だ。友達のカテゴリーにはスコードロンのメンバーも含まれるのかな？はい、友達なら誰でも大丈夫なのです。質問の答えになってないぞ、アファシス。お話のところ失礼します。友達の対象には資格所有者が所属するスコードロンも含まれます。ありがとう、デイジーちゃん。いいえ、お役に立てて嬉しいです。君がスコードロンを作ればいいんじゃないか？俺たちが君のスコードロンに入れば SBC フリューゲルに入る資格を得られるだろう。キリト君、それって君が楽をしたいだけじゃないの？それだけじゃないさ。だったらリーダーが別の人でもいいわけだし。俺はどこかに所属するのはあまり好きではないけど、君のならいいかな。それに君ならやってくれそうな気がするんだ。ゲームという枠を超えたとんでもないこと。なんとなくね。異論はないわ。スコードロンに入るのは初めてなの。楽しみだわ。私たちも初めてね。いつもみんなといるからあまり変わらないかもしれないけど。私は、あ、そうだ、いつきさんはいいんですか？自分のスコードロンがあるじゃないですか。構わないよ。実質パイソン君に任せきりだからね。リーダーは彼に譲るさ。そうなんですか。フレハは反対か？みんないろんな意見があるのは当たり前だから、遠慮せずに言い合おうぜ。あんたがリーダーね。小さい頃から私の後についてくるばかりだったのに。な、何言ってんのよあんたは。そんなのみんなに失礼じゃない。キリトさんやイツキさん、ゼリスカさんがあんたのスコードロンに入ってくれるっていうのよ。トッププレイヤー集団のリーダーよ。 GGOG が驚くわよ。普段は可愛くないくせに、こういう時だけ殊勝なことを言うんだから。でもそんなことでリーダーを譲られても嬉しくないわ。ここは GGO。 強い者が、勝利を得た者が正義の世界よ。だからあんたに勝負を申し込むわ。勝った方がリーダー。それでどう？俺も参加していいかな？キリト君、さっきと言ってることが違うよ。いや、話を聞いてたらうずうずしちゃってさ。私もリーダーにはなりたくないんだけど、バトルには参加していいかしら？
構真面目に言ったつもりなんだけど。まあいいわ。じゃあリーダーはバトルで決めるわよ。セリスカさんやイツキさんも参加しちゃいます？私は審判役をやるわ。リーダーなんてやれるタイプではないから。僕も遠慮するよ。君を援護していいなら別だけど。それじゃ準備ができたら始めるわよ。させてもらいます。決めます。グレネード投擲。Yeah!
かってきなさい。行きますよ。行きますよ。勝負あり。ね。あなたの勝ちよ。おめでとう。おめでとう。君は厳しい戦いの時ほど燃えるタイプなんだろうね。見ているだけで結構感動しちゃったよ。なんてね。ああ、負けちゃった。もう少しでいけると思ったんだけどな。君の上達ぶりには驚いたよ。ほんと、敵として対峙してみてよくわかったわ。あなたなら戦闘でもいいリーダーになれると思う。わかったわ。認めてあげる。あんたがリーダーよ。スコードロン結成、おめでとう。しっかりやるのよ。私も少しは手伝ってあげるから。今は出かけている人たちもスコードロンの結成を聞いたらみんな入りたがると思うわ。これからも頑張りましょう。まずは SBC フリューゲル攻略かしらね。このメンバーなら何だってできるわ。ちゃん、あ、ゼリスカさん、どうしたんですか？スコードロン結成のお祝い中じゃ。そのリーダーがクレハちゃんがいないって心配していたから、代わりに私が探しに来たの。あ、すみません。まったく、あいつも気にしなくていいのに。あんなにカッコつけて勝負を申し込んだのに負けちゃったんだもの。ちょっと決まり悪くて。そうね、絶対に負けたくない勝負だったものね。キリト君たちのせいでお祭り騒ぎになってしまったけど、クレハちゃんが本当に真剣だったのはわかるわ。あれはキリトさんたちの思いやりですよ。私が負けるって分かってたんだと思う。気にする必要はないわ。キリト君たちはとても楽しんでたもの。前にクエストで会った時にもお話ししたことなんですけど、私にはお姉ちゃんがいて、すごく優秀で気遣いも上手で、だからみんなもきっと内心では呆れてるんですよ。ただみんなもお姉ちゃんも優しいから。それを否定するのは簡単だけど、クレハちゃんが納得できないなら無意味よね。あ、すみません。なんかすごく愚痴っちゃって。時には気持ちを吐き出すことも大事よ。自分が何を感じ、
何を求めているか。本当の気持ちだけは見失っちゃダメ。心もお腹も真っ黒になってしまうから。